換えて現在の心境から教えていただけますか。これを持ちながらですね、自分でも驚くぐらいリラックスしてます、はい。1ヶ月前の公開練習の時に、はい、内田選手の試合映像を見て、はい、抱きかけるイメージだったりとか、もらわないイメージが高まってるというお話でした、はい。あれからまた1ヶ月経って、はい、内田攻略の実績というのは、はい、どのぐらい。もう我ながら本当に今伸び盛りというか、その僕の自分のスタイルができてきて、すごい本当に毎日が発見の連続というか、どんどん強くなってる自信があるんで、ジダに対してもどんどん自信を深めてます、一日一日、はい。先ほどのジダ選手のお話だと、特に三日月蹴りだったりそういう対策は立ててないというお話だったんですけども、まあ、同じストライカー同士でいうと勝負のポイントはどこになる。僕がジダ選手に勝ってる部分、負けてる部分っていうのが、多分スピード、パワー、リーチ、僕負けてると思うんですよ、ジダ選手に。でも僕が勝負するのはそこじゃないんで、その松本選手ディープのタイトルマッチの時もしたような、空間を支配し相手の中に入っていく、ちょっと本当になんか抽象的ですけども、そういう武術の真髄みたいなもので勝負したいと思ってるんで、全体に僕が打ち勝つ自信があります、はい。ドリームファンは初めてだと思うんですけれども、まあ、どんなところをこう見てもらいたいですか。全て、僕の全てはとても新鮮だと思うんで、あとは結果さえ出せば皆さんも、まあ、認めてくれるというか、色物にならないように頑張りたいと思います。今回もあれですか、応援団の方々はどのぐらい。今回まあ200名ぐらいですかね、はい。やっぱり周りの方々からのアドバイスの励ましだったり。いや本当ですよ、もうやっぱり練習も減量もプレッシャーのプレッシャーも全部きついんで、やっぱりそういう応援によってこう背中を押してもらわないとなかなか頑張りきらない部分があるんで、本当にいつも助けられてます。他、ご質問ありますか。尊敬させるマイケル・ジャクソンさんが亡くなりましたけども、それについて思ってますか。そうですねそんなに感慨深いものでもないんですけども、でもやっぱりマイケル・ジャクソンさんがしたこと、過去その、ウィア・ザ・ワールドを通して、いろんな活動をされたことに関しては、僕は本当に影響を受けましたし尊敬してますんで、そうですね、だから亡くなったからどうっていう気持ちはないですけども、僕の信念は全く変わってないです。はい、空手着も普通に着てます。はい、今回は入場で空手着を着させていただきます。胸はアライアンスの、ロゴで入らせていただきます。すみません、そもそもの話になるんですけど、はい、ここそこでその空手を始められたきっかけっていうのは何だったんですか。たまたま近くの道場に行ったら、木山仁志先輩、世界チャンピオンの木山仁志先輩が出会っていて、そこにお世話になったってことですね。本当に偶然でした。中学高校柔道やってたので、6年間柔道、極真を6年ですね、はい、2段です。もともと僕は高校卒業した時点で総合格闘技をしようと
思ってて、そのために空手をしたらたまたまそこにチャンピオンがいたんでお世話になってってだけなんで、空手にけじめがついた時点で総格闘技に行きました。高校生の時にやっぱりプライドを見て、この舞台でこんなすごい人たちと思いっきり戦ったら気持ちいいだろうなと思って、それから10年なんとかたどり着きました。はい、まあ成績もそうですし、やっぱりこうすごく強い先輩がいて、その先輩に勝つまではやめれないって気持ちがあったんで、その先輩なんとか超えることができたんで、それがけじめでした。はい、地元から来る方は20人ぐらいですけど、まあ鹿児島出身の方が多いですね。そうですね、自分はその柔道6年空手6年日本の武道で作られたファイターだと思ってますんで、日本人らしい強さ、日本人らしいなんか魅力というか いいところを出したいなと。外国人選手にその勝てない部分っていうのはあると思うんですよ。でも勝てる部分もあると思うんで、そこを大いに引っ張り出してチャンピオンになりたいと思ってます。その僕もまだまだアホ2歳なんで、武術のことを本当に上辺しか分かってないんですけども、すごく奥の深い歴史のある本当にすごいものがいっぱいあると思うんですよ、武道武術の中には。それをそうですね、その中の技技術を心の在り方とかそういうものを使って勝ちたいと思ってます。それはやっぱり口で言っても伝わらないし、まあ今までもそうですし、バカにされるぐらいのものなんで、やっぱり地田選手に勝つことで少しでも感じてもらえたらなと思ってます。もう本当に総合のいろはは全て高坂さんに教えていただいたので、総合格闘技の本当に勝ち方っていうのを高坂さんは指導してくださるんですよね。打撃によるわけでもなく、寝技によるわけでもなく、総合格闘技においての勝ち方、それを教えていただき、それの基礎の上に僕の今までのバックボーンを上乗せしている形なので、本当に高坂さんのとこだから僕は伸びたと、でこれからも強くなれると思ってます。言葉は、特別ちょっと思い浮かばないですけど、ただ高坂さんも木山先輩もそうですけど、その勝負に対する覚悟とか気持ち姿勢、そういうものは本当にいつも勉強になるというか影響を受けてますね。本当に勝負に対して自分に厳しい方たちだと思ってます。今回は来られないですけど、はい、また来てもらえるように頑張ります。やっぱり印象に残ってるのはグレイシーの本当にもうなんだこれはっていうような衝撃ですね。僕もその時柔道してたんで、やっぱりこう感じるものがあって、はい。そういう衝撃を今度は僕が
起こしたいなと思ってます。なんだこれは。常識、グレイシーが出てきて多分格闘技界の常識は変わったと思うんですよ。今度は僕がまた別の形で、今度は日本人初で起こしたいですね。はい、まあ、ヒクソンにしろホイスにしろ、もうグレイシー一族の、もうあの時は本当にグレイシーグレイシーでした。もうぼやっとしてますけど、はい、その辺ですね。正直僕の高校時代に描いた夢っていうのは戦うことだったんですよ。その、まあ、当時はプライドのあの大きな舞台で強い人たちと戦うっていうのが夢だったんで、ある意味その夢は今回も終わったというか叶ったというか、だからここからは本当にまた新しい夢というか、もうなんかある意味趣味の本当に楽しみなんですよ。今度の自打選手と戦うこと、本当にたくさんの人たちの前で自分が今まで積み上げてきたものを思いっきりぶつけれる相手がいるっていうのは本当に幸せだなと思いますし、最近スパーリングをしててもちょっと僕にやけてしまうんですよね。本当に僕戦うことが好きみたいで楽しいんですよね。だから多分タイトルマッチを超えて僕はちょっと本当になんかちょっと突き抜けちゃった部分があるのかもしれないです、なんか精神的に。なので今度僕もどんな試合になるのか自分でも楽しみですし、すごいものが見せれるんじゃないかと思ってます。そうですね、やっぱり後楽園ホールの本当に10倍以上ですかね。ちょっと僕もリングに立ってみないとわからないですけど、でも多分すごく楽しいんだろうなと思います。気持ちいいんだろうなと思いますね。